皆さんこんにちは、ジバニューです。今日は久しぶりにコストコで購入してきた商品のレビューをしていきたいと思います。今日買ってきたのはこちらの冷凍のミニピザです。こちら昨年くらいから結構見かけるようになってずっと気になってたんですけど、前回コストコにいた時に買ってきたので、こちらを開封と実際に試食してレビューをしていきたいと思います。まずこちらの商品紹介なんですが、ドイツ産の冷凍のピザになります。 30g ほどの小さいサイズが24枚入ってるそうです。食べ方はオーブンで220度で7、8分温めるか、あとは結構調べたらトースターで結構やってる方もいるみたいです。お値段は848円でした。それでは早速中身開けていきましょう。中はこんな感じの小さいピザが4枚で1セットになっているのが全部で6袋入ってました。1つの大きさはこんな感じですね。手のひらにこうすっぽり乗っかるくらいのサイズ感になってます。で、乗っかっているのがおそらく原材料を見るにトマトソースとチーズ、それから上に乗っている緑色のものがバジル、オレガノ、あとは黒胡椒かなっていう感じです。それでは早速開封して調理していきましょう。はい、今こんな感じでオーブンできちんと温めたものとトースターで温めたものを持ってきました。こちらのピザがトースターで温めたもので、こっちがオーブンで温めたものです。ちょっとね、画面だと分かりづらいと思うんですが、肉眼で見るとオーブンで温めた方がまんべんなくやっぱり温まっているのと、生地の下の底の部分がオーブンの方がカリッと仕上がってる感じです。ちょっと中を切ってみましょう。こっちがトースターで温めた方で、こっちがオーブンで温めた方です。やっぱチーズのこうトロッと具合とかは全然オーブンの方が仕上がりがいい感じがしますね。それ以外は特に今のところそこまで大きな差はないかなと思います。それでは試食してみましょう。それでは早速トースターの方から食べてみます。まずピザの味からなんですけど、日本で売ってる冷凍のピザとは全然味が違います。日本の冷凍ピザって結構子供とかも食べやすいような味付けになっていると思うんですけど、これはしっかりバジルとかオレガノの風味と、あとダイレクトにトマトの味と小麦の風味っていうのが入っていて、どっちかというとこうワインバルとかで出てきそうな感じのピザの味ですね。で、生地は周りの部分はカリッとできてるんですけど、具が乗ってる部分は割とこうしなっとしてるというか柔らかい感じの生地になってます。次オーブンの方ちょっと食べてみますね。オーブンの方がこのチーズのね、伸びはすごく美味しそうな感じに出来上がってます。うん、オーブンの方がやっぱり底、生地の底までカリッとしていて均等に多分加熱されてるので、具材も結構いい感じにこう味が混ざってるというか、そんな感じでやっぱりオーブンの方が美味しいです。ピザ全体の味としてはよく日本で売っているような、ちょっとこう子供も食べやすいような味付けのピザっていうよりも、オレガノとかバジルの香りが結構しっかり効いている、どっちかというと大人向けのワインバルとかでも出てきそうな感じのピザの味付けだなと思いました。まあ、お子さんでも全然食べられるんですけど、イメージとしてはそんな味かなと思います。で、トースターで焼いたのとオーブンで焼いた方、トースターは今回1000ワットで9分やりました。それ以上やるとね、ちょっと焦げちゃいそうだったので9分で止めました。で、オーブンの方はちょっとうちのオーブン220度っていうジャストの設定ができないので210度でやったんですけど、それだと10分でこれぐらいの綺麗な焼き上がりでした。で、こんな感じで、まあ、どっちでも調理自体はできるんですが、簡単さで言えばトースター、味で言えばオーブンっていう感じかなと思います。ただオーブンは個人的に余熱があったりとか、まあ、その後も冷却があったりとかして結構時間も手間もかかってめんどくさいので、まあ、このぐらいの食感の差だったら私はトースターでいいかなと思います。そしてこちらのピザなんですが、今後リピートがありかなしかで言うと、個人的にはリピートはなしかなと思います。ピザ美味しいんですけど、
コストコってピザいろんな種類売ってるんですよね。もちろん冷凍もこれだけじゃなくて他のピザも売ってるし、あとは有名な冷蔵コーナーで売ってる大きいね、丸い1500円ぐらいのピザ、そして我が家は一番これが好きなんですが、フードコートで売っているもう焼かれているピザ、これだけいろんな種類があってお値段が安いものもある中で、このピザを買 こうメリットとか理由っていうのは私の中ではあんまり見出せなかったと思います。まあピザ自体は個人的な好みではそんななかったんですけど、美味しいとは思いますし、お値段はまあ安くも高くもないぐらいの価格帯かなと思います。なのでコストコのピザってね、大きいので、まあそれのカットがめんどくさい、冷凍がめんどくさいとか、あとはこういうちっちゃいピザ、お子さんのおやつとか、まあ朝ごはんちょっとお腹空いた時にいいなっていう方は、このピザすごくいいかなと思います。はい、ということで今回はコストコで購入した冷凍のミニピザのご紹介でした。久しぶりにちょっと今回レビュー動画撮ったので、ちょっとなかなか伝わりづらいところとかあったと思うんですが、もしこの動画が少しでも参考になったよ、良かったよって思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。